内股とは相手を前に引き出して崩し太ももの内側を跳ね上げるように投げる技。ポイントは十分に相手を引き出してから跳ね上げるということ。十分に前に引き出して崩してから、跳ね上げてます。相手を引き出すためにも釣り手をこのように高く上げ軸足に体重を乗せて腰を回転させるようにすることが大切です。相手を十分に引き出して前に崩す。意識して練習してみましょう。